とやってみましょう。カットしてストレートアンバー行ってチキンウィング、ここからチキンウィングトゥイストアームロック、リストロックから変えて、こんな感じなんですけども、ちょっと解説してみます。フェイスまずですね、チキンウィング行くんですけどまあただストロング大体強いですから、まあ、こういうところを押したりして曲げたりして、あるいはもうすごい強い場合、こうしてもダメな場合はこれ挟んでこういけば、これがちゃん曲がってこういけない場合、こういう、ただこれこのままやるんじゃなくて、このままだとこうやってブリッジ、これ返されちゃうんですから、ポイントをずらして、でこのままこう彼がヘンドアップ、こういった場合これあんまり効かない。この場合は頭を中に入れてスイッチして持ち上げて、こういうこういうピローアームロック、このままこれでもいけるし、ここからトライアングルホールドで、この今朝固めの時に If I have space he can come カウント取られちゃいますから抑え込んで、で彼がホールディング、こういうホールディングした場合切れないから、例えばこうやってやってカウント、あるいはホールディング、ここにグラーッて押さえて、でこう取るとかして、でこれが1個目のウェポン、2個目のウェポン、3個目のウェポン、でもし伸ばせたらこの何でもいいからこうやってカットした後伸ばして引っ掛けるね。で最初にこのフィンガーを上向けてこれに引っ掛ける、肩を押してこうやってやれば決まるけども、彼が逃げた場合これ決まらないから、こういうふうに持ってきて決めると、ここ空いてるとここにこう入れてもいいし、こうで、もしこうやって伸ばしてこうやってね引っ掛からない場合、スロン引っ掛からない場合はこっち倒して2番目の部分に引っ掛けて持っていく。これただこうやってやるんじゃなくて頭を持ち上げなきゃいけないから、こういうふうに90度にこうやって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 こうやっ て、でもっと強い場合、こっちもこっちも引っ掛けない場合ね、その場合はこっちに持ち替える、持ち替えてこうやってやってもいいし、潰してもいいし、こういうふうにやってもいいし、ここで引っ張ってこうやってもいい。で 彼が例えばこの場合ね、こう押してきた場合プッシュ、こういうふうにやった場合でもこういうふうにいける、あるいはこっちプッシュやってきた場合はこういうふうにいく、こうやっていってもいいし、ここにやってこうやって、まあさっきの続きでこういった場合、こっち逃げた場合、逃げたと想定してこういうふうにいく。でこの三角締めはこうじゃあんまり効かない、エナジーがこうなってますからニーと僕のフィストボーンとネックと彼のトライセプト、僕のアンピットが一直線になるようにして、でまあ次、まあ、全部コンビネーションでやってるんですけども、こうして挟んでチキンに持ってくる。でその後クロックヘッドシーザーズに行くんですけども、クロックヘッドシーザーズっていうのはどういうことかというと、彼の首を引っ張ってグッと回しちゃうんですね。だから挟んで浮かして引っ張るんですね、こっちに引っ張ってから回す。その後こういうふうに立てて、ここアンピット、ここが空いてるとシュッと逃げちゃう。だからここをきっちり挟んで、ここも挟んで、ここへ持ってく。ちょっと斜め上に上がります。でこのフィンガーを上向けるようにすれば一番いいですね。でそうは言っても強い場合引っ張るから、ちっちゃいリストロックでこういうふうに逃げちゃう。あるいは彼が起き上がってきたらカマッここがついてこう行ったりできるし、リチャン潜伏しあるいは彼がこれを足をどけてもきてばいい、カムアップしてきた場合でもここにつけてこういうふうに回ってもいいし、あるいは
引っ掛け直してね、回ってみる。ルちゃん、先歩ちゃん、あるいは、まあ、いろんな切り方があるんですけども、まあ、大体こういうふうに、ノースペースですから、こうやってやって、こっち、あんま力でやらない、全部技で切ります、ね、あるいはここの膝で切ったり、あるいはチョップ入れたり、あるいはここを掴んで、ね、これで押さえながら、ケツを上げて、自分の体重を乗せながら、よし、あるいは、そして、こっち、あるいはこれがノースペースの場合、こうね、ちょっとやりようがない場合、こっちを引けばスペース空きますから、そこからこういってもいいし、そのまま引っ張って、こっちを決めてもいいし、そのまま引っ張ればこっちを決める。あるいは、スペースを空けて、蹴ってもいい。で、試合になってると汗で滑ったりとか、やっぱ強いですからね、その場合、切れない場合、こういうふうにいっちゃいます。で、こっちの手で頭を掴んで、僕のカーフを首に当てて、こういうふうにつま先掴んで、三角に、あるいはストレートアンバー。で、ここからこういうふうにいける。あるいは、この場合、こういうふうに、例えばこのスペースの場合でも、手を入れて、こういうふうに首をこうして、グッと上げるでしょ。で、この手足を入れて、つま先引っ張って、僕のこっちの足を引っ掛けて、こっちに回れば、決まりますね。あるいはこうやって、あるいは、プロレス技じゃないんですけども、黄色くっていうのがありまして、蹴って、引っ掛けて、トゥイストすればかなり痛いですから、ロックは切れるんですよ。ギブアップしないと。で、アンバー行ったり、あるいは、かなり痛いですから、グリッとやって、ロックだけ離して、それでこうやって、あるいは、こう曲がってる場合、こっちを取って、アキレス行ったりします。まあ、こんなバリエーションがあります。